双流型潜水艦。以前から建設中だった12隻が、この度、すべてが終役を迎えました。令和2年、無事に進水式を迎えたのです。タイゲイという名前は、大きなクジラという意味です。最初は、変な名前と思ったのですが、慣れると、ぴったりという気分になりました。今回は、この、タイゲイ潜水艦に搭載される新型ソナーについて見ていきましょう。最後まで見てくださいね。日本は、通常動力型潜水艦にかけては、世界トップクラスと定評があります。アメリカは、原子力潜水艦ではトップクラスと言われているそうです。日本とアメリカの連携が海底でも行われているという証拠だという気楽な意見もあるようですね。さて、タイゲイの話です。2020年10月、命名式と進水式を無事に終了した、新型潜水艦タイゲイ派先輩潜水艦総流型11番艦闘竜、12番艦王竜をさらに進化させた高スペック艦艇ということです。タイゲイ型1番艦は、推進方式に、ディーゼル機関とリチウムイオンバッテリー、モーターを組み合わせた通常動力型潜水艦です。先輩の、総流型闘竜以後の艦と同様の推進方式を採用したことになりますが、タイゲイ派最初から、それ専用で設計されていたということです。このおかげなのか、タイゲイ派闘竜などより、連続潜航時間がはるかかに長く、行動範囲も広いのです。そして、タイゲイのメリットはそれだけではありません。スターリングエンジンには設置スペースが必要でした。しかし、スターリングエンジンを外したことで、艦内の空間に余裕ができたのです。スペースが空いたので、乗組員の福利厚生にもメリットがありました。タイゲイから導入されることになった乗組員のジェンダーフリー対策に役立つことになったのです。潜水艦というのは狭い空間ですが、女性乗組員用の休息場所が設置できるようになったのです。今までは、おそらく、男女の区別はなかったのでしょうね。セクハラ被害を防ぐためにも、これはいいことだと思われます。タイゲイのサイズを紹介しましょう。基準排水量は約3000トン、全長 84.0m、最大幅 9.1m とされています。水中排水量は公表されていませんが、4250トンから4300トン位ではないかと推測されます。潜水艦にとって最重要ポイントであり、目でもあり耳でもある装置はソナーです。敵を探知し、自身を敵から隠すことにも役立つ装置です。タイゲイには、新型の Z99A と統合式が採用されています。これによって、従来より、標的への探知精度や能力がさらに向上されました。このような装置を駆使して得た情報を兵装と連携することによって、ズバ抜けた防衛力が備わったというわけです。タイゲイの兵装は、従来型と同じように、艦首部分に、6門の 533mm 魚雷発射管が装備されています。これによって、89式超魚雷や新型の人は、7式超魚雷、対艦ミサイルハープーンが運用可能になっています。このハープーンは、アメリカのマクドネル・ダグラス社が開発した対艦ミサイルで、西側諸国では、多数の国が採用している兵器、つまりベストセラー兵器というわけですね。人は、知識庁魚雷には約94億円とも言われる巨額の開発費を投入し、2022年2月までに配備を進めていく予定らしいのですが、タイゲイの収益状況によっては、多少のズレが時間的に生じる可能性も囁かれているようですよ。2018年平成30年12月に発表された防衛大綱には、22隻の潜水艦を要するという文言が記載されていたようです。現在の状態でいけば、双流型12隻、親潮型9隻、そこにタイゲイを加えると、一応22隻体制にはなると見られます。別の可能性としては、タイゲイ型を8隻建造して、親潮型2隻以外は代替という方法も考えられますし、いっそ収益させる潜水艦数を増やしていくという方向に変わることもあり得るのかもしれませんね。
現在の日本にとっての仮想敵国といったらお隣の軍事大国中国でしょう。中国海軍が猛スピードで軍備増強に走っている状況を考えると、対抗手段として潜水艦22隻体制を強化しようとすることも予想されるのです。しかしそうなった場合、予算以外にも問題があります。現在でも苦慮している乗組員確保です。少子高齢化の日本ではほとんどの産業で人手不足が言われて久しいのですが、公務員ではあっても拘束時間が長く、規律も厳しい自衛隊員を希望する若者は少ないらしいのです。自衛官の募集に苦慮していることは折に触れてニュースにもなりますね。批判を受けながらも各自治体に高卒者名簿を提出するよう命じているのはそれへの対応でしょう。拒否しなければ勝手に自治体が防衛省か総務省あたりに提出してしまうそうですね。一般企業としてもこういった名簿は喉から手が出るほど欲しいものでしょう。70名ほど隊員には必要なので、通常動力型潜水艦としては大型サイズですが、省力化を考えると課題がある潜水艦と言えるかもしれません。先輩格の総竜型は65名だったので、わずか5名ですが増えたわけですから、人員削減が潮流の現在逆行していると思われますね。ではここで中国が太平洋型についてどういった見方をしているのか分析していきましょう。2020年10月21日、中国メディアの中国軍網は、太平洋について意見を発表しました。従来型の、総、竜から性能がアップし、連続航行期間が2週間になったことに注目し、我が国は警戒する必要があるという見解を公表したのです。特に、太平洋の水中での静粛性に注目しているようです。言うまでもなく、静粛性に優れていれば敵に見つかりにくいのは当たり前です。中国軍網は、太平波優れた性能を持つからこそ、これを探知、発見して追尾することは難しいとまで評価したそうです。かなりの高評価ですね。太平の高スペックは事実ですが、中国メディアがあまり持ち上げると、ちょっと気味悪い感じがします。裏がありそうですよね。また、別の中国メディアの意見も紹介します。2020年10月17日の今日頭上です。前述の中国軍網とほぼ同じ見方ですが、あくまでも、太平波通常動力型潜水艦としては優秀な潜水艦と述べています。ということは、逆説的に自分たちの原潜の優位を主張しているのでは？つまり、中国は新型の原子力潜水艦を持っているので、通常動力型潜水艦の太平がどんなに高スペックだとしても原潜を上回ることはありえないという結論を下したわけです。確かに原潜は燃料補給がほとんど不要ですし、水中移動時にも高スピードが出る素晴らしいものでしょう。しかも一旦稼働したら永遠に海中に潜んでいられると言われるのです。あくまでも理論上ですが、ただし乗員のメンタル、福利厚生は完全無視しての話ですけど、中国は対潜哨戒能力では日本やアメリカには劣るらしいので、中国が最強と思い込んでいてほしいという声があちこちから聞こえてきます。これは基本ですが、日本には非核三原則があるので、原子力潜水艦は保有できません。となると、中国は同じ土俵に上ガラス、メディアの意見の通り、我々の原潜が世界一と考えてうぬぼれて、通常型潜水艦については探らないようにいっそ無視してもらいたいぐらいだという意見もあります。原潜の力を過信して通常型をなめてかかるぐらいの方がこちらにとっては有利だから、通常型潜水艦なんてものはこの世に存在しないとまで考えてもらった方がありがたいという声もあるようですよね。と言ってもあの孫子を産んだ国ですからね。中国がこちらの思惑通りに考えてくれるとは思えません。逆に、こちらが舐めてかからないようにしてほしいものです。